皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、また初めましての方、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、本日のテーマはですね、えー、皆様への感謝の言葉というコーナーになります。はい。えー、このコーナーですけども、 ね、私のチャンネルをあのずっと見てくださっている方はもうご存知かと思うんですけども、えー、チャンネル登録者様の人数がですね100名様ごとに、えー、お礼の動画を作っているというものになりますで本日は第15回目ということですので、えー、登録者様の人数がですね1500名様を超えましたというお礼の動画となります はい、えー、本当にあの、ここまで、えー、ありがとうございます。えー、本当にもう、国内、国外、えー、あの、様々な形で応援をしてくださってまして、本当に、あの、感謝しております。ありがとうございます。えー、あの、まあ、私としてもですね、まあ、あの、まあ、基本はね、もう編集ありというのが、もう、YouTube は、 一般的かと思うんですけども私はもう全く編集なしで、えー、編集なし台本なしの一発収録で毎回お送りしてますのでお見苦しい点等転倒もあるかなと本当思うんですけども、まあ、ちょっと目的があってねわざとそうしてるんですけどもそこにお付き合いいただいてですね、まあ、なんとか。 えー、いつの間にやらここまで、えー、でやっぱり1500というあのー、まあ一つの大台なのかなとも思ってもおります。はい、当然ここであの終えるとかそんなじゃありません。あのー、まだまだこれからどんどん続け,続けていきますけどもね。ありがとうございます。で、えっ、ー、と一応ちょっと書いてみたんですけども、えー、1532名様ということで、えっ、ー、とまあ100名様ごとですから本当であれば1500名様は ないしは1、2、3、5名様とかぐらいで作るべきなんですけども、あの、2つちょっとね、理由があって、タイミングがずれてます、えー。1つは、あの、YouTube のこう、システムなんでしょうね。あの、人数がこう、増えたり減ったりするんですよね。で、でもそれはどうもその、機械トラブルというか、システム上のこともあって、一旦減るけど、またそこに追いつく、みたいなことの繰り返しもあったりしてて。 ちょっとあの、人数が安定しないところがあるので、例えば、1500名様で、えー、1500名様ジャストになりました。動画作りました。でもお送りするときには14、1400、えー、そうですね、1400、 90名様でになのでちょっとあのあん人数が安定するまでねというのが一つです。そしてもう一つはですねあのこれはもうある意味う嬉しいあのご算なんですけども本当にあのまあやっぱショート動画の効果そしてショート動画から派生した効果というところであの うん、チャンネル登録者様のこの伸び率というか、それがすごくて、うん、あの、あれよあれよというか板に、あの、増えていただいているというのが実情があります。えー、前回が8月の24日に、今年ですよ。今年の8月24日に、えー、1481名様だった。そこから、えー、この9月5日、かおよそ12日間ぐらいですよね。 それで、えー、50名様ほど、えー、増えていただいたということなんですよね。 うんまあ本当にちょっと驚いてるんですけども、まあ、やっぱりショート動画でこのチャンネルの存在を知っていただいているというところを繰り返したのかなと思うんですけど、ただまあ一方でね、えー、本編動画の方の,あの充実度っていうところではね、まだまだあの修行が足りないんだろうなと思いますので、まあ、そこはね、えー、これからもあの、まあ、毎日投稿、そしてえ編集なし、えー、台本なしというそのスタイルはね、 これはもう自分のスタイルだと思ってるんで変える気はないんですけども、えー、よりこう見やすいチャンネルにはしたいな。であとはね、願う、願いが叶うならね、この今 iPhone の SE で撮ってるんですけどね、これがね、なんともあの、歯がゆいんですよね。えー、あの、リアルタイムオートフォーカスっていうのはできないんですよね。えー、つまりオートフォーカスはできるんですよね。画面をタップして、 焦点合わせたいところにっていうすうにすればいいんですけどその都度その都度画面をタップするのでやっぱりこう、えー、ピントが外れてる瞬間っていうのが時々生まれてしまうんですよね。それとやっぱり見づらいですよねそれが今の iPhone の、えー、13ですかねプロとか。 えー、それこそあの実は、えー、光る巨人さんにもね、えー、と特撮絡みのことでお話を伺っている時にねあのカメラはどうされてるんですかって伺って,てねそういうところでアドバイスとか頂い,いたりしたんですけどねやっぱりね、うん、iPhone の13とかそれすごいですねあれリアルタイムオートフォーカスでこうピュッピュッピュッ,ッとこうねあのちゃんとピント合わせてくるみたいですね。 はい。というわけで、あの、巨人さん、ありがとうございます。参考にさせていただいております。ただ、なかなか買えないのでね、あの、もう、ちょっと見づらい、えー、iPhone の SE の、これ、第、第2世代かな、第3かな、どちらかだと思うんですけど、とにかくまだ、リアルオートフォーカス、リアルタイムオートフォーカスがない分なんで、すいませんが、ご容赦ください。 はい。で、一応、えっ、ー、と、本編動画が760本ほどで、ショート動画が1300本ほどっていう感じになってます。でまあ、本編動画はいつも通りというか、これまで通りですね。日本柱ですね。基本は映画、そして特撮になりますね。はい。で、えっ、ー、と、あとそれ以外にも、最近、えっ、ー、と、始めたものでは、えー、あれですね。あの、ガチャガチャ購買機という、 えー、ま、いわば、あの、カプセルトイってやつですね。えーの、の、買ってきたものを一つ紹介してっていうようなことのコーナーをちょっと立ち上げた感じですね。で、あとは、えー、そうですね。まあ、この間でいくと、あの、私この、お礼の動画の時には、 あの、個人の、個人といのその、ハンドルネームとかね、もう名前はね、あの、わざと出さないようにしてるんですよ。えー、あの方に言ったのにこの方言えてなかったなって感じたら申し訳ないんで。えー、なのでちょっとそこはすいません。避けますけども、えー、この間にですね、あの、えー、こう、プレゼントをいただいた方とかですね、えー、そして、えー、毎回のようにコメントをくださる皆さんと、本当にあの、その方々も、こう、はじめましての方とか、そして、えーえー、もう、ある意味こう、 何と言えばいいんでしょう。えー、常,常連の方、えー、ですね。本当にもうそのあたりもですね、あの、もう感謝している限りなんです。はい。で、えー、あと、まあ、この、前回の148、1481名様から、この中でというと、やっぱりね、一つっと,と自分なりに挑戦したのはこれでしたね。あの動画も、うん えー、準備編と、一応完成編と作りましたけども、こちらなんですね。あ、こうやった時にね、やっぱピントがね、来ないんですよね。すいません。えー、こちらですけども、これ、どうでしょう。えー、っとですね、ジオラマベースを作りましたということなんですね。で、まあ、実際こういう、本当に本格的というかね、えー、なものっていう、まあ、これを本格的と、あの見ても、認めてくださるかは別ですけども、であの、 言えばこう小さい頃にやってたね、えー、ものとは小学生幼稚園小学生になってた時とは違うものっていう感じのものをですね大人になってというかこの年になって初めてねちょっと作ってみたんですよ作ってみようとチャレンジしましてですねはいえー、これちょっと置きますけどもあのー、100円均一のジオラマ情景っていうそういうその何と、えー、言いましょうかね素材ですねこういう草とか えー、からこの石とかね砂とかね土とかそういうものを買ったりとかですねあとこういうとこをねちょっとこう湖っぽくしたんですけど白波が立ってるような感じで自分でボンドとか使いながら加工したりあとこう模型店でねこういう木を買ってきたりとかでこのベースもこれあのもともと百均のね軽いあの木の枠なんですよ。はい それに、ね、やってみたんですけどねこれは自分なりの一つねあの挑戦であり達成感を味わえたなとは思っておりますまたこれも使っていろいろ YouTube 動画やりたいなと思っていることがありますんで、まあ、その辺りもご覧になっていただけたらなでちなみにこれはサイズ感でいくとあのガシャポンですね HG とかの特にまあ、えー、と巨大ヒーロー怪獣というのをメインで どうかなと思って作ったんですよ。なので、例えばこういうことなんですね。こういうこと。はい。こんな感じで、えー、ちょうど比率がいいかなと思ったんですけど、でもいろいろ置いてるうちに、今もあのご覧になったと思うんですけど、このね、あの、ミニソフビね。これアーストロンですけど、ミニソフビがね、結構、結構いいサイズ感なんですよね。なんか、 よく思いませんか <laughs> はい。ね。ただまあ、ミニソフビ好きなんでちょうどよかったんですけど。あと、まあ、今後、時間がどういう風に作っていけるかわかりませんけど、できれば、えー、都市部。都市部のこういったジオラマ。それから、ジョマのベース。あと、等身大ヒーローですね。こちらにある仮面ライダーとか、等身大ヒーロー向けの何かベース作れないかなと思ってるんですけどね。やっぱ仮面ライダー、 しかも、この1号とか2号と昭和ライダーは、あの階段での戦いね。あの辺、階段できたらな、とか思ったりしてますけどね。まあ、それが一つですね。はい。で、あと、そうですね。えー、っと、まあ、仮面ライダーはね、あの、今お伝えしましたけどね、まあ、その、新仮面ライダーがね、また来年ですかあ、今ピンボケしてますよね。すいません。えー、に向けてというところもあって、えー、盛り上がっていくかな、っていう思いもあるし、 あと、そうですね。これね。これはまた、今後、これからご紹介ですよね。えー、ご,ご存知ですかね。1990年頃に、まあ、90年度だからな、あの、富士屋の、えー、ウェハースの、うん、お菓子があったんですよ。これ、当時ね、私、あの、塾に、塾ってま、水泳ですけど、に通っている頃にね、いつもお菓子を買って行ってたんですけど、このシリーズが好きで。 で、これね、あの、復刻版も出たそうですね、その後ね。はい。これはだからもう復刻じゃないです。えー、どういうものかっていうとね、こうシールを剥がすんですよ。そうするとね、こういうふうにこう、昔のね、怪獣図鑑のように、あの、体がどんなふうになってるか、中身がね、っていうのがついてるというダブルシールっていうね、あったんですよ。これで確かね、当時50円とかだったと思うんですよね。はい。うん。まだまだあるんですけど、またこれもね、ご紹介しようかなと思います。はい。 あとはそうですねあのー、えっ、ー、とよいしょこうかなえマ、ー、ストラうん。で、ね、これが91年生ですね91年生なのでえっ、ー、と32年前いや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 31年前ですねのウルトラヒーローシリーズ10番ということでねはいですけどもねまあこれをまたご紹介しようかなーと思いますけど。 ちょうどグレートの頃です、ねはいうん、まあやっぱりねレオ好きとしてはアストラは忘れられない存在ですしねそしてまあ映画でいくと今は映画はあの映画チラシ福袋というのをずっと続けてますけどもまあこういったあの昔のはご存知ですかねそのシートというねものが入った、まあ、レコードなんですけどね、まあ、そういったもの エレンの東、太陽がいいっぱい、えー、これがね昭和37年ですよということは1962年のものですね。1962年っていうとですよあのー、日本でまだ007シリーズが公開される前の年ですからねそう聞くとすごいですよねはい。 まあ、こういったレコードとかも好きなので、あの、映画に限らずですけどね、まあ、これもどんどんご紹介していこうかなと思いますけども、まあ、本当にあの、まだまだ、あの、私にとっては一通過点というふうに思っておりますので、これからどん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 ね、まだまだご紹介させていただいて、そして、あの、初めましての方にも、えー、あの、出会わせていただいて、えー、お友達になっていただけたらなと思っております。はい。えー、あと、まあ、ツイッター、インスタもですね、えー、ツイッターは時々、 え、投稿してる感じですけども、そちらも見ていただけたらと思います。まあ、過去のものリンク貼ってますので、ご覧になっていただけたらありがたいです。はい。えー、というわけで、まあ、あの、えー、一発収録で撮ってますので、台本もなくベラベラと喋っておりますけども、あの、お付き合いいただきましてありがとうございました。えー、またね、これからもどうぞよろしくお願いします。はい。えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。 また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。えー、また、コメント、いつもありがとうございます。励みにさせていただいております。また、どうぞ、よろしくお願いします。あと、えー、動画中に言いました、ショート動画ですね。そちらも、続けております。まあ、これは時間は不定期ですけどもね、えー、どんどん送っております。あ、あと、本編動画は、今、いろいろ、右を曲折あったんですけど、今のところですね、18時半からの、あ18時半投稿に、今は、 一旦落ち着いてます。えー、一時期ちょっと遅い時間にしてましたけどね、やっぱ戻しました。<laughs> すいません、うろうろしておりますけども。まあ、あのー、とにかく毎日は投稿してますのでね、えー、あの、チャンネル登録の際の、えー、ベルボタン、えー、を、あの、すべての動画にしていただけましたら、あの、毎日登録と思いますので、えー、よろしくお願いします。はい、えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。